じゃこんにちは、豊さん。はい。今日は何を取りますか。ちょっと見えてません。そうだね。勝敗を分けた。はい。まあ一球。これは阪神と巨人の試合。そうだね。3戦目ね。3戦目1対0で巨人が勝った試合ですね。はい、8回に1点を取るシーンなんだけど。はい。まあ前の動画でね。はい。阪神は慎重さを求めると。はい、いうことを言ったと思うんだけど、はい、なんかそれをねちょっと振り返ってみたいと思うんだよ。はい、今ちょっとこうボードに書いてありますので、うん、はいはい、そっちをね、はい、で、はい、勝敗を分けた1球の選択、うん、ね、8回、はい、まあ、ランナーサードの場面だよね、はい、バッター大城、うん、で1球目インサイドのボール気味のスライダーで、はい、大城が振りにかかるんだよね。で、あーボール球手出しちゃったよみたいな。で、ここのボール球をフルスイングして、はい、あの打ちに行くっていうのは大城も結構切羽詰まってんだよね。この打席っていうのは、はい、ボール球から手を出すっていうのは、で2球ストライク取られる、はい、ね、もう2球で追い込まれたわけよ、はい、でバッター大城の中ではいやボール球振っちゃったよっていうようなやっぱ悔いも残ってるわけね。そしたら3球目、もう3球で肩つくんだけどさ、はい、アウトサイドからここにスライダー持ってくるんだよね。はい、それを西行き投手ですね、はい、大城が三遊間に打ち決勝タイムリーになるんだ1点。うん、でこれどういうことかというとさ、はい、まず大城の心理状態っていうのはもうすぐ追い込まれてるし、うん、なんとかして当てようと思って、はい、三振だけはしない、うん、前に飛べばなんとかなってくれるっていう心理が働いてるのね。はい、で大谷かって書いてるのが、はい、これはもう大谷がこうノーステップでこうやってノーステップで打つように、はい、もうノーステップに変えたんだよ。これは打席の中でってことですか。打席の中で、はい、普段そういうことしないのに、はい、もう必死だったんだろうね。それで当てに行ったんだよ。それはたまたまノーステップになったっていうことですか。いや考えたんだと思うよ。で、はい、このスライダーが俺問題でさ、はい、まずツーラッシングストライクを取ってるということ、はい、でおそらくね西と梅野のバッテリーは、うん、このスライダーをストライクにしようとはあんまり思ってなかったんだと思うよ。なるほど。だけどストライクになっちゃったんだよね。だからもう仕方ないっちゃ仕方ないんだけどさ、はい、だけど大城の心理とか、はい、俺も左バッターで、はい、こういう状況で投げられたら一番嫌なのはここからこう逃げていくシュートなんだ。それもシュートシンカーみたいな落ちるボール、あれこうグッとこう外に外に逃げながら落ちるみたいな、それを西が持ってるだけになんでこれ焦っちゃったのかなと思ってさ、うんうんうん、ね、まあこれはこう梅野選手のリードもそういうことで、うん、3球目のところに投げるようなリードだったってことですか。うん、そうだね、うん、だから西もこれをストライクにしようと思ってなかった。このボールで刺そうと思ってて本当はここに投げようと思ってたと思うんだよ。ああ、はい、3球目を、はい、で中入っちゃったんだよね。だから大城を当てられたという、はい、もし3球目が中に入らずそこの最初に投げようと思ったところに行ってたら当たらなかったですか。当たってもヒットにはならなかった、うん、でここに持ってきたかったんだったらもっと慎重に行くんだったらよ、ここにまっすぐ持っていくとかさ、はい、ここにもう一球スライダーを持っていくとかさ、うん、見せといてここだったら打ち取れたかなっていうのを思うんだよね。ちょっと急いじゃったところがあります。だからもう、はい、大城の方は初球からボール球の手を出すぐらい、うん、早く決着をつけたいわけよ、はい、追い込まれたらダメだと思って、はい、でも追い込まれたらもう必死になって当てに行こうとしてるから、はい、ここの球が当たっちゃったんだよ。まあこういう心理はさすごく隠されてて、うん、だから、ね、西もものすごい素晴らしいピッチングしてるんだよね、はい、4安打しか打たれない、はい、トータルで、うん、で相手のピッチャー高橋優希は1安打しか打たれてない、はい、ね、素晴らしい投げ合いだったんだよ、うん、はい、だけどちょっとした1球の選択をやっぱちょっと間違っちゃったかなっていう、まあ投げ損ないももちろんあるんだけど、はい、だからこれで負け投手になる、この1球でピッチャーってさ
酷な仕事だよね、うん、そう考えると、うん、ただしもったいなかったなって、球種を仮にこっちに曲がってき逃げていくような球であれば三振を取れたかもわからない。もうこの1点差の素晴らしい投手戦だったからこその一球だよね。一球ですよね、うん、だから攻められないけどね、はい、1点だから、はい、攻められないけども、西と梅野のバッテリー、これはやっぱセ・リーグも代表するようなバッテリーなんだよね、うん、まあ、それだけに、まあ、矢野監督もキャッチャー出身だからスライダーを選択したかなっていうふうに思うんだよ、うん、俺矢野監督だったら俺おそらくこっちを選択したと思う、うん、この場面ではね、うん、用心を期して、はい、まあ、矢野監督っていうのは用心深いキャッチャーだっただけにね、はい、だから、まあ、もったいなかった、勝負を分けた1球の選択、はい、野球って面白いね。はい、ねえ、もうその1球で試合が動きましたもんね。こっちに曲がるか、はい、こっちに逃げるか、ね、これで全然変わってくるからね。どこに投げるっていうこともですけど、ボールの軌道ね、軌道もこういうふうに運命を分けるんですね。運命を分けるね、はい、はい、で、もう一つは、はい、もう一つ、はい、走塁について、はい、素晴らしい走塁があったんだよね。はい、これはオリックスと、はい、オリックスとソフトバンクの試合ですね、はい、あったんだけどさ、はい、これは2回、はい、佐藤がフォアボールで出るんだよね、うん、で、2アウトランナー1塁、左相手、左ピッチャー、宮城、はい、まあ、2アウトだからさ、うん、ギャンブルスタートをかけるわけ、はい、もう一か八かで行こうとしたら、はい、うん、まだ投げてないのにスタート切っちゃったんだよね、はい、それを宮城は冷静に見てて、うん、T 岡田に投げるわけ、はい、まあ、ここ本当はここなんだけどね、はい、T 岡田、そしたら紅林に送球をして、うん、1、2塁間に挟まれるの佐藤が、そしたら紅林が追ってくる、うん、追ってきて T 岡田が最初追うんだよ、T 岡田が最初追うんだけど、向こうに向こうに送球するんだよね、はい、送球して紅林が追っかけてくるようになった、はい、でここ空いてるじゃん走路、うん、こう走路、はい、これ走路空いてるでしょ、はい、でも佐藤は何を思ったか T 岡田がこっちに回って逃げようとするんだよね、うん、そしたら T 岡田が邪魔になったような感じになったわけ、うん、もうなんか見てるとT 岡田選手のホームに向かって走っていってるような、そう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 、はい、この T 岡田の後ろを回ったことが審判の目には T 岡田が走塁妨害をしたということに見えたんだと思うんだよ、うん、確かに T 岡田選手は動いていないようには見えましたけど、いや動いてないよね、はい、動いてないけどちゃんと走路を開けてるんだ、はい、急に向かって来られてちょっとびっくりしたりはしてましたよね、そうそうそう、多分みたいな、こっち来んのみたいな感じだったんだけど、はい、でも審判の目を幻惑するのにはやっぱそれしかなかったと思う、うん、それを佐藤がとっさにできたと思ったら素晴らしいんだよね。そうですね。でもう一つ言えば、はい、佐藤が T 岡田にぶつかればよかったんだよ本当は、はい、そうすると走塁妨害なんだ確実に、うん、走路にいたということで、はい、邪魔になったということで生きたんだけど、うん、でも起点が効いてるよね、 T 岡田を使って走塁妨害を取るという、はい、だからこれ見事なんだ、うん、で佐藤はどうなったかというと、まあ、セカンド進塁できて、はい、三森がフォアボールになって、はいはい、次の野村で生還してくるようになったんだよ、うん、だからまあオリックスのミスっちゃミスなんだけど、はい、佐藤のこの起点の効いたやっぱ走塁妨害を誘う走塁が1点を取ることになったという、もう言えばこう佐藤選手が挟まれてしまったっていうシーンが一転して、そうそう走塁妨害ということで進塁できたっていう結果になりましたよね、うん、だからタイムを取って審判がね、はい、でこれを検証っていうかちょっと話し合いのあれがあったんだけど、うん、俺は確実に空いてると思ったんだよね走路は、はいはい、だけど佐藤の規定のギターもすぐ逃げるのに T 岡田がいかにも邪魔になったような逃げ方をする、まあ、それによって結果的に1点を取る1点に結びついたという走塁なんだよね、はい、うん、だからまあこれがこういうことが意識してできたと思ったらくせ者だよ、はい、このね走塁はね今巨人の元木コーチ、はい、これがうまかったくせ者と言われた、そうですね、元木だったら T 岡田にぶつかってるよ、よくやられたもん、はい、近くにいるなと思ったら野手がわざとぶつかりに行って走塁妨害を取るんだよね、はい、
はい、そういうのが元木はうまかった。それは別に何の問題もない攻撃なんですか？何の問題もない。それは守ってる側としてはやられたと思う。はい、もうそういうふうなことが、まあ、元木コーチなんてこう癖者って本当に言われてたっていうことは、度重なるそういうプレーもあって、それがランナーに出てる時に守備している人たちがなんか嫌だなみたいな気持ちにさせるっていうことですよね。まあなんか嫌だなっていうのはしょっちゅうしょっちゅうあるわけじゃないけどね、はい、だけどやっぱり用心はしたよね。そういうことですよね、うん、そうそう。だから佐藤がこれを意識してできたとしたらやっぱくせもんで大したもんだよ、うんうん、だから久しぶりにおいい走塁じゃないかっていうふうに俺は感じたけどね、うん、はいはい。まあ、野球って、まあ、いろんなところにいろんなことが隠されてるからね。そうですね、まあ、今後もね、まあ、こういうふうにお伝えしていきたいと思います。はい、はい。